大相撲で史上初の外国出身横綱で、今月上旬に54歳で亡くなったあけぼの太郎、あけぼの太郎、救命茶ドローエンさんは格闘技の K1 やプロレスなどでも活躍した。力士から格闘家に転向するきっかけとなったのは、当時の K1 プロデューサーだった谷川貞治さんの勧めだった。その後、大晦日の世紀の一戦に向けてあけぼのさんは、 K1 の創立者で現アドバイザーの石井和義さんが館長を務める聖堂会館に稽古で訪れたことがある。明けぼのさんと親交の深かった2人が当時の明けぼのさんについて語った。写真「大迫地から大晦日の世紀の一戦」はこちら。高野花との名勝負もハワイオアフ島出身の明けぼのさんは来日後、1988年の春場所で初土俵を踏んだ。 めきめきと頭角を表し、92年夏場所に初優勝し、場所後に大関に昇進すると、93年初場所で3度目の優勝を飾り、場所後には第64代横綱に昇進した。以来、8年間にわたって横綱の座を守り抜き、ライバルと抗言した高野花と、明けの木時代を築いた。2001年の初場所両膝の怪我で全休すると、場所後に現役を引退し、 東関親方、元関脇、高見山が創設した東関部屋、出部屋付けの親方となった。大みそかの格闘技合戦で後れを取った K1。親方として指導者の道を歩んでいた3年、34歳の時だった。親方という安定した生活を捨て、格闘技の世界に飛び込むきっかけがあった。当時の格闘技界は大きな盛り上がりを見せており、 大みそかの格闘技番組は高い視聴率を記録していた。プロデューサーの谷川さんがこう語る2001、2年は K1 とプライドが協力して大みそかは猪木ボンバイエという格闘技番組を TBS 系で放送していたんですが2003年の大みそかはプライドをフジテレビに持っていかれたんです。日本テレビではアントニオ猪木さんが率いる 猪木盆梅 A2003 を放送することになっていました。どの格闘技団体も、どれだけいい選手を集められるかが勝負だった。特にメインイベントにどんなカードを組めるかが、大会や番組の成否を決めると言っても過言ではなかった。テレビ局も視聴率を取るため、熾烈熾烈な競争を繰り広げた。谷川さんによると、その点で K1 は遅れを取っていたという。